有名なアルゴニアンの宝石職人が作った宝飾品さ。ここは君のいる場所、ここは君のいる場所じゃない。ウルフが正直に答えるはずがないだろう。あの男は真のノルドだ。来るだろう。過信は良くない。我々は
母は真の強い女性だったわ。剣術を教えてくれたのは母なのよ。想像できる？虚偽の王に仕えたまま死なせてやればいい。町の連中が船長と呼ぶのは長い間兵士をしていると自由の価値を。私は戦略家ではないが、ウルフリックはいつも意見を聞いてくれた。スカイリムの何をかけるつもりだ。彼ら俺のゴールを数えるのが楽しみだ。やっと来たな。遺跡を偵察したが、カーリアは間違いなくまだ中にいる。
いや、でも彼女の馬を見つけた。もう始末したから心配するな。馬を使って逃げられることはない。さあ急ごう。彼女の気がそれているうちに中に入って捕まえるんだ。先に行ってくれ。悪いが、指示する立場にあるのはこっちじゃなかったかな。先に行ってもらおう。いいな。慎重に進めよ。カーリアは剣のように鋭いからな。罠にかかってこちらの存在を知らせるなど言語道断だ。闇の一党とは長年の提携関係にあるが、ギルド内で誰か始末したい奴がいたら自分たちでやる。そういうのは内輪で済ますのが一番だということで、お互い了解してるのさ。目をしっかり開けて、口は閉じておけ。このノルドの墓は侵入不可能とまで言われている。こいつはそんなに難しくなさそうだ。仕組みは簡単だ。ここの鍵はどうってことはない。ちょっとした知識と優れた技術さえあれば開く。それでいいはずだ。先に行ってくれ。死の匂いがするな。お前はたった今墓穴を掘ったぞ。誰もいない。あそこにあるレバーを。トゲには気をつけろよ。どうやらカーリアは罠を全部仕掛け直したみたいだ。大したことないな。この程度。
ろ。処刑だったな。Yeah!
ああ、今度は何だ。ああ、今度は何だ。お前など怖くはない。イライラするだけだ。もう終わりだ。口ほどでもない。この程度か。正しい道を進んでいる。彼女もここを通る。よっ、すぐ終わりだ。大したことないね。前にあるあの扉だ。待ち伏せには絶好の場所じゃない。近くに何か。こそこそ隠れやがって
しゃべりする暇はない。望みは何だ。というよりはただの処刑だったな。遅く隠れやがって。ああ、そいつは悪名高いノルドの仕掛け扉ってやつだ。非常に興味深いね。合致する金の爪がなければ通常開けるのは不可能だ。だがそいつはカーリアがすでに処分したはずだから、俺たちは自力で何とかしなければならない。幸いここの扉には知る人ぞ知る弱点がある。仕組みは簡単だ。カーリアは近いぞ。間違いない。先を急ごう。俺の剣がお前の心臓に刺さる前に、お前の矢が俺を貫くと本気で思ってるのか。言い訳できるものなら言ってみなさいよ。カーリア、お前は賢い女だよ。ゴールデングロー農園を買ってホニングブリュー醸造所に資金援助するとは見事なアイデアだった。敵の敗北を確実にするには、そいつの味方を先に潰せ。それがガルスの最初の教えだったわ。お前は常に飲み込みの早いやつだ。いいえ、もう少し早ければガルスは死なずに済んだ。ガルスには富があり、お前を手にしていた。彼は見ないふりをするだけでよかったんだ。ナイチンゲールとして一緒に立てた制約を忘れたの？あの人があなたのやり口を黙って見逃してくれるとでも思った？馬鹿げたおしゃべりはもう十分だ。来いよカーリア、お前とガルスの再会する時が来たぞ。その手は食わないわよメルセル。あなたとやり合うのは自殺行為だもの。けれど誓うわ、次にまみえる時があなたの最後よ。面白いね。ガルスの辿った歴史の繰り返しだよ。カーリアはお前を始末する手段を提供してくれた。この古代の墓にお前も入るんだよ。でも一番面白いことは何だと思う？こういう展開になったのは全部お前のおかげなんだ。さようならだ。ブリニョルフにはよろしく言っておいてやる。落ち着いて、大丈夫よ。
まだ寝てなきゃダメ。気分はいかが？命の恩人と呼んでほしいわね。あの矢には先端に特殊な麻痺毒を塗っておいた。それであなたの心臓の動きが鈍くなったから失血死せずに済んだわけ。殺す気だったらこんなところでおしゃべりなんかしてないわ。もともとあの矢はメルセルに使うつもりだったわ。けどそうする隙がなかったのよ。言ったのはとっさの思いつき、邪魔されたくなかったから。それが結果的にあなたの死を防いだというだけの話よ。どれほどの借りかわからないでしょうね。あの矢に塗った毒は完成まで丸1年かかった挙句、ギリギリ一発分しかできなかった代物なの。メルセルを生きたまま捕らえることが最後の希望だったのに。ギルドに連行してしでかしたことの報いを受けさせるためよ。ガルス殺しの罪は償ってもらうわ。メルセルを待ち伏せする場所に雪帳の聖域を選んだのはただの皮肉じゃないの。あなたたちが来る前にガルスの遺体から日記を回収しておいた。何か手がかりが書いてあるかも。それが分かればね。見たこともないような言語で書いてあるんだもの。エンシルっていうガルスの親友がウィンターホールド大学にいるわ。そうね、彼ならガルスが信頼していた唯一の部外者なの。ナイチンゲールの一員だったことも知ってるわ。私たち3人組で仕事をしてたの。私とガルスとメルセルの3人よ。リフテンの盗賊ギルドの名もなき分派としてね。そのうち詳しく話してあげるわ。とりあえずウィンターホールドに行って日記を翻訳してもらってきてちょうだい。ほらこれも持って行って、道中役に立つかもしれない。ダメよ。あいにくいろいろとやるべき準備があるし、ガルスの遺体も葬ってあげないと。約束するわ、なるべく早く追いつくから。メルセルがギルドを欺いて殺人の罪をこちらになすりつけた挙句、手下の情報やどもを使って言いふらしてくれたからよ。それから25年というもの、ずっと逃げ続けてきたわ。同じ場所では二度と眠らず、必死に追っ手を巻きながらね。メルセルに必要なのは単純な死じゃない、因果の冷たい切っ先よ。人生が足元から崩れ落ちてギルドに追い回されるのがどんな気持ちかを味わわせてやる。もしそういう羽目に陥って壁際に追い詰められた時にはきっとためらいはしない。忘れないで、話していいのはエンシルだけよ。他は誰も信用しちゃダメ。